ルネ・ゲノン・ルネ・ジャン・マリー・ジョゼフ・ゲノンは、フランスの思想家。刑事上学、エゾテリスム、聖なる科学、さらには、象徴やイニシエーションまで様々な対象に関する著作を残している。その著作の中で、ゲノンが提案しているのは、東洋の刑事上学の競技の所要層を、直接的に説明すること、あるいは、この競技の本質に厳格に忠実であり続けながら、 教義そのものを西洋の読者のために適用することであった。ゲノンはこの東洋の教義の持つ非個人的性質について繰り返し述べつつ、これらの教義を伝達する行為を支持したのみである。ゲノンの著作は20以上の言語にすでに翻訳されている。1886年にブロアに生まれる。若い頃にグノーシス教会などの数々のオカルティズムのグループと、 交流を持っていたが、後にオカルティズムを断罪した。1916年、ソルボンヌで哲学修士号を得た後、教職についていたが、職を離れて、1921年に最初の著作、ヒンドゥー競技研究のための一般的著説を発表した。その後、ブラワツキーラの新知学や心霊術について、批判的な著作を発表した。 ゲノンはこれらの運動を物質主義的な観点から出てきた記事的な精神主義であるとみなしていた。1924年に近代西洋文明を正常な伝統的精神からの逸脱として批判する著作東洋と西洋を出版した。1925年にはシャンカラ学派の不二21言論を初伝統教義との一致を示しつつ解説した。 ベーダーアンタによる人間と、その生成、キリスト教的秘教に関する研究、ダンテのエゾテリスムを出版。また同年からゲノンは、ポール・シャコルナック編集の雑誌、イシスのベールの共同編集者になった。ゲノンは、数多くの論考、書評を伝統研究で発表した。1920年代に、ゲノンは、ジャック・マリタンなどの、 数多くのフランス知識人に知られるようになり、1926年にはソルボンヌにおいて講演を行っている。1927年には象徴論、世界の王、物質主義的な近代文明を批判するとともに、伝統的文明の骨子を明示した現代世界の危機を出版。地球環境の危機を警告し、精神的諸伝統の一致と大同団結を訴えた。 1929年の著作、精神的権威と世俗権力では、近代の逸脱の期限を1314年のテンプル騎士団の崩壊に求めた。同年、セーベルナールを出版。1930年、スーフィズムの文章を収集し、翻訳を出版する目的でゲノンは回路を訪れる。この計画は、出版社側の事情により頓挫したが、 ゲノンはフランスへは戻らなかった。日々急防する経済状態にもかかわらず、世界各地の数多くの友人たちと熱心に文通し、著作活動も続けた。シャーズ入り教団に参入して、スーフィーとして修行し、質素な生活を送った。1931年の著作、十字架の象徴学、存在者の多様な状態では初伝統競技の核である。 純粋刑事上学を解明した。1934年には、シャイフムハンマドイブラーヒームの娘ファーティマと結婚した。1945年に、現代世界の危機の続編である、寮の支配と時の印を発表。同書は、プラトン、アリストテレス、トマス・アクイナス、デカルト、ライプニッツ、ガント、ベルクソンに至る、西洋哲学、スーフィズム、道教、カバラー。 ヘルメス主義に論及する目視録的著作であり、ゲノンの最高傑作と評価されている。1946年に微積文を利用して、純粋啓示上学を解説した微積文学の原理、主として、同教とヘルメス主義を解説した大いなる3の対イニシエーションに関する考察を出版。1951年1月7日、カイロ郊外の自宅で死亡。 臨住の言葉は、アッラーであったと伝えられる。ルネゲノンは、一般的な語法における、宗教学者でもオカルティストでもなく、卑怯的次元における、諸伝統の究極的な一致を解く、思想家である。ルネゲノンが主張する伝統とは非人間的な起源に、由来する現初の伝統及びその派生形態であり、卑怯とは諸伝統の内的な形上学的、革新である。 そしてゲノンによれば、形事情学とは、普遍的なものの地、あるいは普遍的次元に属する諸原理の地である。それは、ベーダンタやイブン・アラビーの存在一正論において、外形的にも表現されている。ゲノンは、原初の資源という原点から多様性をもって展開してくる、諸伝統競技と伝統から逸脱した体系とを厳密に区別して、後者を批判した。またゲノンは、 刑事上学的認識を実現するためのイニシエーションの重要性を強調した。イニシエーションとは本質的に霊的影響の伝授であり、その伝授は正規の伝統的組織によってのみ行われる。ゲノンは今日に至るまで刑事上学、エゾテリスム研究の分野で大きな影響を及ぼし続けており、伝統主義学派と呼ばれる一軍の思想家、 知識人たちの代表者とみなされている。伝統主義学派の代表的人物として、諸宗教の超越的一世などの著作で知られる、フリッチョフ・シュオン、ヒンドゥー教と仏教などの著作がある、インド学者、アーナンダ・グーマラスワミ、イスラームの芸術などの著者キトゥスブルク・ハルト、ゲノンの秘書で、ムハンマド・著者マーチン・リングス、イスラーム科学士や、サイード・フセイン・ナスルが挙げられる。 宗教学のタイトミルチャエリアーでは、著作において何度か、ルネ・ゲノンに言及しているが、彼の学問的アイデアの多くはゲノンからの影響を受けていたことが、近年の複数の研究によって指摘されている。他にも、アントナン・アルトアンドレ・ブルトン、ジョルジュ・バタイユ、レーモン・クノー、アンリボスコなど作家、詩人にもゲノンの熱心な読者であったものが多く、思想家、シモーヌ・ベイユも、 学友ルネドーマルと共に、ゲノンの愛読者であった。スモール・イズ・ビューティフルで知られる、経済思想家、エルンスト・フリードリヒ・シューマッハーは、著作において、ゲノンの文章を多数引用している。晩年のアンドレ・ジッドは、もしゲノンが正しければ、私の全作品は崩壊する。そしてゲノンの書いたことに反対する。いかなる理由も見出せないと語っている。ドナルド・トランプ・アメリカ大統領の元側近。 スティーブン・バノンもゲノンに傾倒している。日本において、ルネ・ゲノンの名が印刷媒体に現れたのは1968年の MM ダビ、シモーヌ・ベイユニューモンが最初であると思われる。その後、ヘルメス奏書の役者でもあるフッツ文学者、有田忠夫によって、ゲノン研究者リュック、ブノアの非義伝授翻訳や地球ロマン掲載論文などで本格的な紹介がなされた。 荒又ロシ編、世界神秘学辞典は、ゲノンの項目を設けている。哲学者、伊筒俊彦は、ゲノンの著作を所有していた。イスラーム学者、武士正隆は、役所の解説においてゲノン及び主音を紹介した。その語物文学者、田中義弘によって、現代世界の危機、世界の王が翻訳され、平川出版社から、出版された。 フッツ文学者岩谷国史は前者の書評を朝日新聞に寄稿している。宗教学者中澤真一は密の流れる博士精霊の王でゲノンに言及している。イスラーム学者中村博次郎、東ず長生にもゲノンへの言及がある。ありがとうございます。